どうも皆さん、草薙チャンネルにようこそということでね、ここはですね、油壺、なんでしたっけ、マリンパーク、油壺マリンパーク、今のもそのまま使ってください。ここはなんとですね、神奈川県の、三浦半島、それも使ってください。神奈川県の三浦半島に来てまして、あのね、ここ番組で来たことある、あのプスバっていう番組で、多分同じとこでね、あのね、これゆうすけさんとね、オープニングを撮った記憶ありますよ。今日はね、くるみちゃんとここで遊びたいと思います。ここはね、ワンちゃんがね、こう連れてきてもいいんですよ。うん、今日はくるみちゃんと一緒にですね、水族館を2人で巡っていきたいと思います。じゃあくるみちゃん行ってみよう。いいね、めちゃ熱いもん。うわ、目が赤い。ねえ、ブルーペンギンちゃん。ねえ、クルと同じぐらいの大きさ。お前のが大きいか。同じぐらいだな、あの子とかはね。クルも歩く。クルも初めて見た。ペンギン初めて見てんですよ、この子は。匂いすんの、ペンギンの匂いすんの。ねえ、見てるね。どうやの、どうやの。よし、ペンギンカット終了。よし、こんにちは。魚を持っていただいてすぐあげるのではなく、トイレビチャンネルでちょっと見せてあげてください。うん、そうすると手が出てきますので。あ、本当だ。ここで握手していただいて、ここで揺らして握手していただいて大丈夫です。握手、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 くるくる。はいはい、こつぶちゃん。あ、これ手が、かわいいね、こつぶちゃん。あんた、くるみちゃんみたいな顔してんじゃないの、こつぶちゃん。でもあんまり中に入れると噛まれちゃうよ、これ。かぶって。え、そうそう、これ。こつぶちゃん、こつぶちゃん。なんか人間の指みたい。クルは、クルはいいんだよ。お前のご飯じゃねえんだよ。何言って、お前熱いならここに入ってなさいよ。ここに入ってなさいよ。コツメちゃん、コツメちゃん、あ、美味しそうに食べんね、コツメちゃん。コツメちゃん、あんたここからもらえるの分かってんの。握手、握手、コツメカウオソロ握手です。おほ、よし。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よっしゃ、くるみが、これちょっと、お前もう、あれ熱いな。熱いよね、水だね。冷却、冷却、冷却。助かったね。このね、水族館、ワンちゃんと一緒に入っていいんですよ。もう外暑くてね、激熱でね、来るがね、もうね、フレンチブルドッグってね、もう暑さに弱くて。いやー、助かったな。これなんだ、これサメか。ねえ、見て、面白いよ。これは見たね、見て。今でもいる。これ寝たいわね。大きいね。海の中で会いたくないよね。たくさんいますね、魚がね。こっちもね、なんか壁にぶたってくっついて思ってるほら、すごいね。おー、すごい、海につくんだ。面白いね。頭をくっつけてんだ、頭を。お腹くっつけてんじゃなくて頭くっつけてんだよ。コバンザメ。コバンザメ。すごいね、コバンザメって頭、ね、くっつけんだね。伊勢海老だ、伊勢海老。伊勢海老食べたら美味しいんじゃないですか。飼ってるんですか。食べないで飼ってるんですか。めちゃくちゃ大きいじゃないですか、しかも、はい、あれもうかなり値段高いですよね。多分相当高いと思う。いつか食べるんですかね。
わからない。要素もなんでも。その時は僕も呼んでください。すげえでっかいもんだった、あの伊勢海老。綺麗だね、でもなんか、あの伊勢海老が。あ、なんか褒めたからこっち降りてきたよ。伊勢海老、おい伊勢海老くん、ほら亀の慣れ、亀の慣れしてるね、伊勢海老ね。ほら、どう？どうこれ？どう？ほら、来た伊勢海老が、ほら伊勢海老、伊勢海老くん。あ、すごい人に懐いてるね、伊勢海老。ほら見て、伊勢海老ほら、確実にこっちを意識してますよ、伊勢海老が。伊勢海老とクルミの遭遇シーンです、これは。シーン43カット。伊勢海老とクルミの遭遇、初対面のシーン。ほら見てて、あぞずさりしてる伊勢海老が、ほらちょっと。ほら、すごいね、クル。え？ほら、伊勢海老、伊勢海老、伊勢海老。おー、かなりこっちを気にしてますね。伊勢海老とクルミの初対面のシーン、カツ、OK、撮れました。これはあれだ、セミエビだ。セミエビも食べたことある？うん、美味しい。セミエビ、セミエビ、セミみたいな形してるからセミエビっていうんじゃない。タコもいる、タコも。すごいね、これ、ほらセミエビ、セミエビ。興味なし？興味なしだって。興味ありましい。どう？タイかな、これ。タイ、なんかタイフグとか、あれほらなんかタイっぽいじゃん、古代みたいな。そうです。ほらほら、お寿司にしたら美味しそうだよ、これね。すごいね、クルちゃん。すごいな。カニ、あ、カニいるいる、いっぱい、ちっちゃいの。ほら、あーなんかね、四国にいたな、これ。岩ガニちっちゃい時取ってたよ、食べてたよ、これ岩ガニ。うわ、やばいな、超でっかいな。チョウザメってことはキャビアが取れるじゃないですか。でっけえな。あ、なんかあれ具合悪くなっちゃったの？たまに横になってた。あ、そうなの。はい、これでっかい、来る。お、来た。チョウザメとクルミの初対面のシーン、シーン42キョ、2カット。お、出会いましたね。大きいね。うわ、すごいね。なんとも言えない、こうちょっと微妙に模様が違うんだよ。ほら、なんかクルミちゃんみたいな目してんじゃない。お、来た来た来た、ほらクルちゃん、ほら来た来た、お、クルちゃん、お、すごいね、すごいね、クルちゃん。干渉してんの、干渉、干渉し、干渉してんの、干渉じゃねえや、干渉してんの。干渉してんの、お前ねえ。行こっかね。すごいね。ドクランだ、ドクランだ、クルの好きなドクランだ。やったやった、涼しいじゃん、ここ。すごいね、ドクランだ、ここ。やったね、やったやったやった、クルクル、やったやったやった、クル、いいね、いいね。隠れてみよう、クル。来たの、心配だった今ちょっと。心配だけど、ちょっとそんな感じじゃないようにしたの。シューレだ、シューレだ、シューレだ。すごいですね、クルは。ポーカーフェイスですね。
来る。今日もいっぱい遊んだね。楽しかったね。虹も出てるよ少しね。画面に、あ、どうも皆さん、ツイッターとインスタもやってますので、そちらの方もコメントよろしくお願いします。覗いてみてください。まあ、まずは YouTube チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとう。バイバーイ。くーちゃん、あっち見て。あ、見た。すごいね、あなた。